富士5湖は山梨県南鶴郡富士川口湖町にある湖。富士五湖の一つ。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の富士山域の一部として世界文化遺産の構成要素に含まれている。山梨県南部富士川口湖町の中央付近に位置する。富士山の火山活動によって生じた石とメコ。面積は富士五湖では4番目の大きさで、 最大水深は2番目の深さで71.7メートル。山梨県指定天然記念物藤丸誉の群落地である。富士箱根伊豆国立公園の特別地域内にある。かつて富士山北陸にはの海という広大な湖があった。やがてその西部に溶岩流が流れ込んで分断され、元栖湖が生まれた。さらに平安時代初期の上岸6年に、 富士山が大噴火を引き起こし、流れ出た、膨大な量の溶岩流によって、の海は、大半が埋め尽くされた。この時に埋め残された東端が、現在の西湖で、小人湖は、北側の湾の一つである。現在でも雨水による増水時に、それぞれの湖で水位が一定して、同じく水位するため、三つの湖は、地下で繋がっていると考えられている。西湖には、本来、 自然排水による河川が存在していなかったが、近年人工的に河口湖に放流する排水路が完成し、標高差を利用した発電も行われている。1981年には小中から中世の丸木船が発見され、山梨県指定有形文化財となっている。2013年6月22日、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一つとして、 世界文化遺産に登録された。火山成績止め湖によくあるように、もともと西湖は魚の住む湖ではなかったが、近代以降漁業目的で魚が放流されるようになり、1913年にはヒメマスが放流され、今日では漁業だけではなく、ヒメマス釣りは聖湖でのレジャーの一つとなっている。1935年には、同じ富士五湖の元洲湖ともに、 秋田県の田沢湖にのみ生息していた固有種である、国スの受精卵10万粒が送られ、不可後放流されたが、その後の西湖での生息は長年にわたり不明であった。元々の生息地である田沢湖では、電源開発に伴う酸性水の流入により、絶滅してしまったため、1990年代になって、関係者により西湖を含めた、 過去の移植放流先の探索調査が行われたが、クニマスを見つけることはできなかった。しかし、2010年京都大学研究チームの調査で、約70年ぶりに西湖での生息が確認された。クニマスは環境庁レトリストによる分類では、全滅種であったが、全滅種の再発見は、魚類としては日本国内における初の事例である。この発見がきっかけとなって、 2011年11月に田沢ことの姉妹固定刑が行われた。1977年4月29日に公開された東映京都撮影所制作の特撮映画、恐竜、会長の伝説の舞台になっている。聖子南側の紅葉台から望む西子、左手前が青木ヶ原樹海、対岸は三坂山地の鬼が、 竹聖湖の南側には青木ヶ原樹海が広がる。湖岸には聖湖民宿村とネバ民宿村、浜よリゾートがあり、他に閑静なキャンプ場等が点在するが、富士五湖の中では最も観光化が進んでいない。三つの民宿村やキャンプ場は、小中学校の林間学校やスポーツ、音楽等のサークルの合宿などによく利用されており、そのための設備を備えた民宿も多い。 なお、この二つの民宿村は、1966年の台風26号による土石流災害で集落が壊滅したのを受け、住民が集団移転して形成されたものである。かつてのネバ集落があった場所には2006年、集落を復元した観光施設、聖子癒しの里ネバがオープンした。ありがとうございます。